まったりデカ違うぶらさた交番まったりデカラブサタ二十三回目 <laughs> 間違えた。急にまったりデカって言われた。たてれたえ、ぶらさた交番で入った方がいいのかと <laughs> 間違えました。今日はいろいろありました。ねはいあの レディオネームしどしやけど岩一さんが、はい、みっちゃんサミーの選曲は秀逸で毎度毎度いいところつっついてくるのは分かってましたが <laughs> つっついてんのね今日の舘ひろしさんの曲が流れてきた時には鳥肌が立ちました、はい、一気にあぶデかが頭によみがえってきました <laughs> 覚えてるもんですよね思わず口ずさむ私を不思議そうに愛犬が見てましたがそんなの関係ないね <laughs> いやちょいちょい入れてくる危ないデカネタと抱きしめたいネタ大好きってって <laughs> もう壺が一緒。壺が一緒。本当 <laughs>。いやもう、ね、懐かしいですよね。ねあのエンディング曲。出てくるじゃん。ね、そう。本当はオープニング曲をねかけたかったんですよ。あれもねタチさんが作曲されてるっていう。うん、うすごいですよ。よ作曲されてるの？うん確か。えー、タチさんが作ってる曲だったと思う。えー？ すごいねないかなすごい驚いた記憶があったんだけどタチさんの CD の中に確か入ってた記憶はあるけどねうんあーもうタチさんかっこいいな柴田恭兵さんももちろん大好きランニングショットもね迷ったんです今日はそうね、はい、でも走って終わるかどうなっちゃうからね <laughs> でもねほんとでもねユージナのセリフね <laughs> もう大好き <laughs> youtube に上がってて昨日ねすごいまじまじと見ちゃいましたねかっこいいですよね<ー>まあでも私たちはまったりデカなんでねそうですよ危なくもなんともないまったりデカです <laughs> はい、もう解決には時間かかりますそうなんです <laughs> <laughs> とりあえずお茶どうぞっていう感じですか、ね、はい。 <laughs> そして、えー、みっちゃんさん日本放送お疲れ様でした今週の木曜日から仕事復帰した肉巻き人間ゲンです、はい、さてコロに感染して自分は幸いにして重症化せずに済みましたが、うん、同じように感染した職場の人でも私より熱が出なかったのに、うん、匂いと味がまだわからないなど人によって症状が様々です<ー>皆さんも気をつけておかしいと思ったらまず自粛して早めに検査を受けてください、うん、それが自分と周りの人を守るはずです珍しいです 惜しく真面目ですね。で、ではまた来週ということで。ーいやーでもね、無事お仕事復帰されたみたいでよかったです。ですね、あの私の友人も去年の三月にコロナにかかってからあの未だに後遺症でまだちょっと味覚が戻らない。うん、なんか味覚嗅覚がね<う>あのー。 分からなくなっちゃったって方の方が後遺症残ってるイメージがある、ね、そうなんですよね。そこまでねひどくはなかったんですけど、うん、その方もなのでちょっと注射も打てない状態で今その体が。 遺症とああれななののでえじゃあ予防接種打てないのワクチンはワクチンはちょっと今様子見してるって、うん、その先生とお話ししてそうなちょっと怖いね、うん、その一回感染してそのどのぐらいのね免疫ができてるかっていうことにもよるかもしれないけど、ねうん、中和抗体とかってなんかさ調べられたりするよね。あと思うんですけど、ね、そういうのとかでまあでもあの病院ずっとかかってるのでうん、うん、多分やってのことだとは思うんですけど。 んうん,うん、うんうん、ねそういうこともあるのでうん、うん、ね皆さん本当に気をつけてもまあ気をつけてもねどうして見えないからね難しいよねあとあるけどねいやーでも本当子供の感染がね広がってるのは怖いねやっぱり確かにねえねえ打てないね、うん、年代の子たちもたくさんいるからそうなんですよね,ね難しいところとそうもう私たちの年齢って もう完全にこう重症化する対象の年齢になっちゃってるじゃないそうねもう恐ろしいよね <laughs> 本当改めて考えるとね、うん、あの考えるとそのなんか息苦しいとかっていうのが恐怖だよねうまあそうなったらねなんかかかってしまったらって思うとねうんまあ不安なこともあるけど私自分の家にさ家自家用の酸素吸入器買った方がいいんじゃないかとか思って一生懸命調べちゃった <laughs> もう鬼高いのねだし <laughs> びっっくりしちゃったみんななんか同じことを考えてる人はいそう多分今前ちょっと前のマスクのうん、うん、あのような状態になってるのかなっていう感じだったね<ー>ただやっぱうちの母が看護師だったんですけど、うん、やっぱりあの家庭用の酸素吸入器とか、うん あの使ってもあんまり意味ないって言ってましたやっぱ限られた量しかできないからあの病院のようなあの手当はできないからっていうので「買っても意味ないよ」って言われて「そうか <laughs> 怖いなでも何にもないっていうのは怖いな」って。でも早くねなんか今 そう,いうスタジアムとかにさ、うん、酸素ステーションみたいなのをね,ねなんか作るとかっていうの話したけど、うん、それだけでもまだね、うん、助かる命が多くなるならばってでもさ今ほら今一応あの渋谷にできたじゃない酸素ステーションがあ、そうなの、うん、そうだのって言っ でできたんだけどあんま稼働してないっていうのをニュースでやっててああ、ね、看護師さんがその患者さんに対してなんか常駐する看護師が多すぎるらしくて<っ>なんかもうやることないみたいな感じになっちゃってるからんなんかねちょっとねルールがあるらしくてそのなんか中等症は入れないのかななんかそういうなんかルールがあってんだから初期段階の人じゃなきゃ入れないみたいななんか。 もうちょっとか規制緩和して、うん、もっと多くの人が入れるようにその自宅療養されている方とか,とか特に、うん、入れるようにした方がいいと思いますみたいなのを、ね、やっててニュースで「うん、え意味ないじゃんそんなの」って <laughs> テレビに突っ込んじゃった <laughs> 意味ないじゃんってこと結構多いからね何のためにそう <laughs> 本当に <laughs> なんかいろんな箇所に作るのはいいけど <laughs>、ね、どっちかって一つにまとめた方が、うん、あがいいと思うって言ってた医療従事者の人はそのいろんな箇所に作ったって結局人手が足りなくなっちゃうわけだからかそ医療従事者の。うん、とかねなんかそんな真面目な話をして、ね、<laughs> いやでも本当,に、うん、本当に怖いから健康ね、うん、死に直結してしまうこともあるからね。そうそうそう えー、そしてですね、普賢さんは自分がやった人助けと大ぴらに言うのは気恥ずかしいですね。うん、言うのに、えー、程よい人助けネタはひねり出すのに皆さん苦労なさったみたいです、うん、確かにね、えー。今週の水曜日、私もようやくワクチン打ってもらいました。はい、肩が痛いもともと五十肩で日常的に両肩が痛いんですがワクチンの副作用で痛いのか五十肩で痛いのか今し分かります。<laughs> <laughs> そうね五十、うん、肩は肩の奥が痛いのに対しワクチンを打った左肩は表面的な痛さが加わっています、うん、多分ワクチンの副作用もあるのでしょうだけどトータルでむしろワクチンを打ってないい右肩の方が痛いです <laughs> 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 そうねこれって五十肩の経験が役立ったってこと、うん、って感じありますが。<laughs> 私もワクチンあのリンパ腫れたからあーそうななんだ、うん、脇が痛くなりましたなんか肩っていうか脇でしたね私の場合は。うんだってね、うん、あのいつもやる作業が普通にスタジオ内でね、うん、やる作業がちょっと痛い痛い痛いって言いながらそう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  <laughs> もんねそうなんそうよそうでうそそうでしたえそそしてでそねそう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 ん、えー 今日の神様ビクビクして聞いてました <laughs> 先月21日の悪夢が再びあニューヨークにねい<あ>たからねそうでした起きそうな気がして恐怖におののいていましたが、うん、助けられました外足アサミ師匠アサホロ師匠からおめでとうメールもいただきましたとう <laughs> もう嬉しくて涙が出ました <laughs> やっぱり神様は人助けしてくれるんですねって感じ <laughs> <laughs> 人助けになってるんですね。今、嬉しいです。いやもうね、何度聞き返しても、面白いのよ。ね、<laughs> なんかあの、上妻の、あのお題ではなくて。いつものね、コーナーの説明のところで、だいぶ噛んだから、<う>あんな噛み方今までしたことないよね。いたったったったたたたたた。い<や> <laughs> 聞き直しても笑っちゃいましたね。いやー面白かったなーーあれ。だからまあのあの後思い出しそうで。<laughs> <laughs> そう一生懸命笑いをこいらえてこらえてやってましたよ。<laughs> 噛まないところでね<う>盛大に噛んだからね。<laughs> 今まではなかったなあんなに噛んだこと。おかげでお題が一個も言えないっていう、ねうん。全然入ってこないっていうみんなねきっと。<laughs> そしてペーパー部長ことラジオネーム海賊あサミーさん前回の「ラブソタ」。<laughs> ラジオネーム肉クきキンゲンさんがコロナ感染したと言っておられましたがその後体調いかがでしょうか元気になったみたいですよ、うん、愛知県から、えー、早期回復願っておりますあと先週の放送山下達郎さんの特集ありがとうございました海速かさみを今週録音したブラサタをヘビロテで聞いてましたあそうなんですねラジオネーム白の GTT さんも言っておられましたがぜひ奥様竹内まりやさんの特集よろしくお願いいたしますということと、うん、あとラジオネームゲンさん 先週の放送、録音してあるのでなんとか Facebook か Instagram で快速あさみを探し当てていただければ <laughs> データ送付しますとまあすごい伝えられるのであれば「伝えてくださいませ」っ <laughs> てるんですけどもう、この「ラブサタ」聞いてくださってるかな。もしね,ね<え>それが ね、どんな。届くかどうかわかんないですけど。そしてちゃんまろさんも、ええ、めっちゃん、さみ、皆さんお疲れ様です。朝釣りにけ、は結局行って、アジがいっぱい釣れました。テーマの人助けじゃないんですけど。けど本放送にいらっしゃった、先週初投稿だったラジオネームげんさん。記念すべき初採用だったのに、録音失敗された、されていたと聞いて。私、録音データ持っています。確認したところ、他にも録音の融資が。 いらっしゃるとのこと、うん、どうやってお伝えしたらいいかわかりませんが、うん、データならお送りできるのでインスタなりツイッターなり聞いていらっしゃったらぜひご一報ください初メッセージの感動は一生もののプライスレス力になりたいですあ<ー> <laughs> みんななんてみんな助け合え本当だね <laughs> えー、そしてですね、うんはい、肉まきんげんさんその豪華減いかがでしょうかとちゃんまるさんねすで、うん、に回復されていらっしゃることをお祈りしていますということで、うん、そして穴ぽチさんルートキャンサーさん快速アサミーさんお祝いをいただいた皆さん本当にありがとうございました、うん、こんな世の中で親族すらお祝いに来られず新婚旅行はおろかお祝いらしい行事が何もできなくて引っ込む日もあったので、うん、皆さんの温かい言葉が本当に本当に嬉しかったですということでねえ<ー> とみんなねあのー、おめでとうっていう気持ちが、ね、心からねたくさん集まったよね、うん、この間ねいやー本当に良かったよ良 <laughs> かったね色々あったけどねこういう気持ちがつながって録音データがつながるといいんだけどね <laughs> <laughs> そうだね来週、源さんが聞いててまたその情報を、ね、ね<え>お伝えできればいいんですけどねぇ<え>、うん、そうね、「ラブサタ」聞いてなかったらあれなんだけどなどうだろうね。そしてあの今日のテーマでいただいてたものも、はい、あの読めなかったものもあるのでこちらは、うんうん、あでもこれ、「ラブサタ」当てにくれてるな。うん、MT52A さんはい えー、逆に助けてもらって本当に助かったこと、うん、翌日からの出張に備え近所のドラッグストアに買い物に行きました、うん、自宅に戻って財布がないことに気づいて真っ青に財布の中には出張先までの電車の切符、うん、宿泊先のホテルの予約表とか入っていたんです。うん どううしようまずは買い物に行ったドラッグストアに戻りサービスカウンターにこんな財布届いていませんかと聞きました、うん、すると、なんと届いているとのこと思わず心の中で神様ありがとうと叫びました、うん、届けてくれたのはご家族で買い物に来ていた小学生だったそうです。えー お礼を言いたいので連絡先をと店員さんに聞きましたが、うん、辞退されるとおっしゃっていますとのことで教えていただけませんでした、うん、そこでその方がまた来られたらお礼を伝えてくださいとお願いしました、うん、財布は駐車場に落ちていたとのことで、うんうん、車の乗り降りの際に落としたことのようです、うん、でも本当 本当に助かりました本放送で肉巻きインゲンさんもおっしゃっていましたが助けたことは忘れても助けられたことは本当によく覚えています、うん、この小学生今もうすっかり大人になっていると思いますが今でも感謝していますということで <laughs> すごいねすごいねだからそんなことありましたっけっていうぐらいにね助けた方はもしかしたらなってるかもしれないけど、うん、助けられた方ってすっごいやっぱ印象に 残るってことだね大事なことだった大事なものだったしねいやでもさそれぐらいの気持ちの方がいいのかもしれないよねしたことが当たり前で確かにね、うん。忘れてしまうぐらい当たり前に 行動ができるようになることの方がいいのかもしれないけどね,そ,ね、うん、そしてデルコモさん、はいえー、人に助けられることが多い私が人を助けたことは何と考えれば考えるほど迷いの迷路にはまっていきました、うん <laughs> <laughs> えー、ラジオ好きな友人が「ブラサタの公式ステッカーがかっこいいと言っていました、はい、以前番組ステッカーがまだあるので欲しい人言ってくださいとおっしゃっていましたよね、うん、自分の分はすでに持っていたのでこれはチャンスと思いもう1枚欲しいと要望したところ送っていただきました、うん、そのステッカーを友人にプレゼントしたところ驚いていましたがありがとうと,ととても喜んでくれました。うん おしゃれで素敵なデザインなので友人は家の自分の鏡に貼って楽しんでるそうですえーすごい嬉しいねえ私の場合は使うのがもったいなくて、うん、外に飾れないので密かな宝箱に入れて大切に保管しています、うん、その説ありがとうございましたということで、うん、いやこんなに大事にしていただけるなんてすごいねぜひいやいやねその宝箱から出してなんかねそうねうん貼っちゃってください,、うん、ださいもう全然使ってもらって大丈夫なんでね<え>だっても そそりゃうよすごい人がデザインしたます普通の私たちがお願いいできな方やってくれてるんですからだって普通にもう皆さんの本当あのね目にされてるようなものを作られてる方ですからありがとうございますとしかも本当にでもこれだけね皆さんにも感謝していただけて私はも佐藤さんにお願いします。 そして穴チさん、はい、今週のテーマ「人助けしたこと」ですがやはり「ブラサタファミリー」さん、うん、皆さんに優しいですよね心が温かくなりました、うん、人助けすするるこことととって勇気がいることだと思いだ思ます、うん、例えばバスの中で席を譲ってあげる時とかさりげなく席を譲ってあげる人になりたいなでも現実はもうすぐすると席を譲ってもらう人になりそうですが。<laughs> <laughs> それに皆さんメールを紹介する時におこがましいのですがって前置きするのも謙虚ですよねそれに助けたことよりも助けられたことの方がよく覚えているものですこの放送を聞いていてつくづく日本人でよかったと思いますでも同じ場所で若い女性とむさいおっさんが困っていたらどちらを助けていいのか迷ってしまうアナポチでした <laughs> はさみちゃん今日は神ミ、ま、最初から飛ばしてましたねもうこれは立派な人助け笑顔いただいてますよって <laughs> すごいねい。ありがとうございます。<laughs> もうエンジン搭載で今日は。そうね、はい。かなり飛ばしましスロットルだったもんね。そうだね。十一 <laughs> 時代の最初からだったけど、ね。もうギア入れちゃったからもう。<laughs> <laughs> ちょっとウィリー気味だったけどね。ね勢いあまりすぎて <laughs>、うん、出ちゃ <laughs> ちょっとやりすぎたっていう <laughs>。 いや、やっぱコーナーでウィイにしちゃうんだな。そうなのよね。はあ、お題よりもウィリーしちゃ途中まですごい調子良かったんだけど。ねお <laughs> <laughs> いいねって自分の中でこう口の周りとかはもうすっごい滑らかって思ってたけど、滑らかすぎて、ね、滑らかすぎてちゃったあそこで。もうまさかおっとっとっと,と,と,とってなっちゃいました、ね。ね、本当に本当におっとっとだったね。 久々に出た言葉のおっとっとがねいやでも楽しい放送になりました今日すごくねたくさんメッセージいただきましたよ初のねメッセージもたくさんいただきましたしいや皆さん本当に心優しい方が多くてねえ人助けねえいやでも本当に助けたっていうよりは助けられたんだよねことの方と特に私なんか子連れだから特に多い

ね、手伝ってくれる方とかもいらっしゃるんですよ。意外と若い子だったりとか、ねスマートに。そう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 。するから。うん。あとね、最近やっぱ女性が多いなって思った。それは。そう、ね。同じ境遇なのかもしれないなあ、うん、とも思って。そうだね。うん,うん。やっぱ、自分がそういう思いしてるからっていうのもあると思うけど。そう,そう,うん。ねえ、でも、人助けね。ね<え>。なかなかこれっていうのが。 あんまり思い浮かばなかったけどそうねかし、うん、おり持ってなんかね感謝されるってこと思い返せばないなって思ったけどあんまり人助けできてないのかな <laughs>、ね、そういう状況にあんまり遭遇しないのかなっていうのはあるかもしれないけどねそういうことなのかね、うん、ねなんか迷子の男の子は一人前にいたけど、うん、あの目の前にいてママって泣いててまさに外でね、うん あのお店とかじゃなくて外でわわーって泣いてたからあこれははぐれちゃったのかなと思ってどうしたっていうどうって言った瞬間にもう周りがうわーってきて、うん、おばちゃんが <laughs> 周りのおばちゃん三人ぐらいわーってきて <laughs> どうしたって <laughs> 迷子になっちゃったのっていうのはもう私が話もう目の前だったの男の髪、ねうん、すごい近い距離にいたから <laughs> あ迷子かなってどうしたのって言おうとしたらもうそのう,うわっ左右からわおばちゃんのエネルギーすごかったね <laughs> まあ私はおばちゃんですけど、うん、<laughs> かなりねすごいエネルギーでしたね大事よあ,あっという間に交番に連れてかれてたから <laughs> <laughs> あの出る幕なしっていうね <laughs> 本当に。<laughs>